ウラクタスはアイルランドの議会。任制をとっており、上院に相当するシャナズエアランと下院に相当するドイルエアランで構成され、直接選挙で選出されるドイルエアランにより強い権限が与えられている。両院ともに現在はダブリンのレンスターハウスに議場が設けられている。下院のドイルエアランは国民の普通選挙により166人の議員が選出され、 任期は5年となっている。首相には下院の解散権が与えられており、短期以上式投票に基づく比例代表制により票が割り振られる。上院議員の定数は60人で、首相による任命、間接選挙による選出、大学教授などで構成されている。法律の成立には基本的に両院の賛成を必要とし、その後大統領のサインにより執行される。 しかし多くの場合では、大統領は法案を拒否せず、上院も下院の決定に反する決議を行うことはない。つまり、立法機構において最大の権力を有しているのは、下院のドイルエアランである。法律の条文は、以下の方は、ウラクタスにより成立し、で始まる。ウラクタスに与えられている権限を以下に示す。ウラクタスという言葉はコアイルランド語に由来しており、 現在までのアイルランド市では1922年から1937年に存在したアイルランド自由国の議会と現在のアイルランド共和国の議会について用いられている。アイルランドにおける最初の近代的な議会は1800年まで存在したアイルランド議会である。この議会は13世紀末以来の長い歴史を持ちアイルランド全域を統治したがその権威は イングランド王国、後にはイギリスの議会に従属していた。この議会はアイルランド王と貴族院庶民院で構成されていた。1800年にアイルランド議会は合同法を成立させて自身を解散した。この法律によりアイルランドはイギリスと新たに連合王国を構成することになったが、この決定には多額の賄賂が用いられた。次に成立した議会は、 1919年のアイルランド議会である。これはアイルランド民族主義者により設立された一員制の議会であり、ドイルエアランと呼ばれた。第1回議会では形式的にアイルランド島全土の統治を確認した。この議会と並行してイギリス政府はアイルランド自治法を成立させ、南アイルランド議会を設立したが、アイルランド人政治家によりボイコットされた。 この議会は、グレートビリテン及びアイルランド連合王国国王と、下院、上院で構成されていた。1922年に、アイルランド自由国憲法が制定されるとこの議会は、正式に解散された。自由国では任性が取られたが、上院については1935年に一旦、廃止された。その後1937年に、アイルランド共和国憲法が制定され、 現在の立法機構が設立された。制定当時の現行憲法では、第三条において、この憲法に基づき設けられる議会と政府の権限は、アイルランド全島に及ぶと述べられていた。独立戦争で活躍し、後に大統領となった、英文で我らは北たアイルランド代表の議席を議会に設けることに反対していた。これは、代表なき課税ならぬ、課税なき代表であり、 法の精神に意すると考えたためである。これらの議論にかかわらず、上院議員の中には首相により来た、アイルランドから任命された者が存在した。最近シンフェイン等は、北アイルランド議会、イギリス会員、欧州議会の議員には、ドイルエアランへ参加する権利があると主張している。2005年に、アイルランド首相のバーティア・ハーンは、北アイルランド議会議員のドイルエアランでの演説を、 認めるべきだと述べた。この首相の考えに対し、フィナゲール、労働党、緑の党など多くの政党が反対している。アイルランドにおけるメディアでは賛否が分かれている。ありがとうございます。